こんにちは、日田和でございます。今朝フェイスブック、白石さんのフェイスブック見ました？見ました？今日はあの6月30日、6月最後の日ですよね。白石さんのフェイスブック、これね、今からね5時間、まあ今があの10時半ぐらいなんですけど、5時間ほど前にですね、あの白石さんのフェイスブックに、あのね、こんなこと載ってんですよ。こんなこと載ってんですよ。ちょっと待ってくださいよ。おはようございます。ね？気持ちも爽やかな朝を迎えました。昨夜、フランスからいいニュースが入りました。とか、なんと、アジア人初としてのバンデグローブ出場の正式決定をいただきました。やりました。正式決定でございます。正式決定。あの、まあ、実を言うと、私ちょっと、あまりよく分かってなくてですね、あのこの間ニューヨーク版でね、あのゴールしたじゃないですか。もう私ね、あの瞬間に出場決定って思ってたんですよ。で、まあ、Facebook でもね、そんなこと書きましたけど、どうもね、そう甘くはないみたいで、あの、その後ね、あの、まず、ヨットの、まあ、車検みたいなのがあるみたいですね。車検。だから、すごいテストするんですって。あの、ヨットひっくり返して、それがちゃんと起き上がるのか、みたいなのをね、実際やってみたり。で、いや、これは、いやー、これ良かったですね。予定では27艇しか出れない。ところが、どうも、その主催者が、こう、ま、いろいろお願いもしたんでしょうね。30艇すべて出場できると。なんか港の大きさによってですね、もうちょっと関係で、27艇しか出ない。いや、これ万が一ちょっと白石さん、ちょっと、ダメだってことになったら、ちょっと、いやーもう、知らなかったですけど、いや、よかったですね。いや、これで正式決定ですよ。いやー、よかった。おめでとうございます。白石さん、おめでとうございます。はい。で、あの、あれです。もうね、Facebook でも私案内しましたけども。はい、今、始まってます、これね。ほら、白石さんのバンデグローブ。ですね、ご存知の通り、目標金額5000万でございます。5000万。あのですね、ちょっとね、これもありますけど、ちょっとこれね、これ、あ、こう、これちょっと見てください。ちょっと見えるかな？これぜひね、あの、ご覧くださいね。あの、この、クラウドファンディングのページ。ちょっと、これね、こんな写真が載ってんですよ。で、これね、パッと見、おー、なんかすごい、いいじゃんとか思うかも。これよく見ると、これ、すげえセールが傷んでます。もう、なんかボロボロみたいな感じなんですよ。で、これでなんとかニューヨーク版ではね、ゴールしましたけど、これね、このまんま、我らが白石康次郎を、バンデグローブ、出場さすわけにはいかんです。ね？ 9 枚必要なんですよ。あの、9枚。セールが9枚。で、9枚買うのに、あの、5000万、どうしても必要なんです。なので、ね、あの、今このクラウドファンディングね、見たらね、あの、いくらでしたっけ？現在のところ、180万飛んで7100円でございます。まだ 3% でございます。いや、でもね、いや、嬉しかったのはね、嬉しいのはね、これ皆さん、わかります？あの、支援者ってボタンがあるんです。ここね、これ支援者。このボタンを、ピッとこう、押すとですね、あの、どんな人が支援してくれたのかが分かっちゃうわけですよ。でも、これ見ててね、私嬉しかったのは、あの、知ってる人の名前がたくさん出てきます。まあ、せっかくですね、これ。あの、こう、バグ、あ、これね、25日に、これ、ね、石井あっこさん。よく知ってます。よく知ってます。あっこさんありがとうございます。で、あ、その下にね、すいません、私のね、あっこさんの、アッコさんの下に私の写真あるんですけど、これはすいません。これね、私の支援じゃないです。これも書いてあるんですけど、実は、上ジョビの保護者の方。
ね、保護者の方がぜひ応援したいって言って、でもクラウドファンディングとかよくわからないので、ひだい先生、お金届けますんで、娘に持たせますんで、これなんとか先生、代理でお願いしますって言われてね、私が代理で、これは支援したもんで、もちろん、やりますよ。上ジョビもちゃんと考えてます。上ジョビっていうか、私も考えてますよ。まあちょっと、まあちゃんと考えてますから、まだ言いませんけどね。これは私じゃないんですね。で、これね、こう見ていくとね、あ、これ、いいのかな？ちょっとまあ名前は、じゃあ、ちょっと言いませんけど、もう、この方、ね、この方、はい、上ジョビの卒業生のお父さんでございます。今年の3月に卒業したね、このお父さんなんですね。で、こう飛んで、で、また一つ置いてですね、はい、この方、はい、上ジョビの卒業生のお母さんです。ちなみに先ほどのお父さんとご夫婦でございます。これ嬉しい。ご夫婦でね、別々にですよ。あー、嬉しいじゃないですか、お母さんね。上ジョビで白石さんの説明を聞きながら映画を見たものです。あれ面白かったっすね。去年の10月10日ですよ。ターニングタイド。ね、バンデグローブをモデルにした映画を、なんと、白石さんの解説付きで映画見たんですよ。もうね、最高でした。もうね、いや、これはね、こうなんだよ、そうなんだよ、とかね、いや、これちょっと違うかな、みたいなね。うん、まあ映画なんでね。そんな話で。まあ一緒に見てくださったお母さんです。ありがたいですね。いや、でね、まあ他にも、これね、ちょっとね、なんですよ。これだけじゃないんですよ。ね、こう、バー見ていくと、あ、この方、まあちょっと、まあね、名前はちょっとやりすぎだね。まあやめてきますけど。この方、新潟の、ここの先生です。はい。よく知ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、来ました。来ましたからね。あ、さっきアッコさんの名前言っちゃったな。ゆっこさん。ゆっこさん。まあ控えめですね、これ。コメントもちょっと書いてない。でも、ありがとうございます。ゆっこさんね、いつもありがとうございます。あ、この方もよく知ってます。この方ね。よくFacebook ね、いいね、押してくださって。あ、その人も！あれれれれれ。いや、ありがとうございます。いやー、これね。まだ行きましょうか。知ってる人ばっかりですよ。嬉しいじゃないですか。本当に。でね。あら。あー、来た。この、こちらのね。あ、ね。こちらの方もですね。ここに、まあ、あきこさんって言うんですけど。ここにね。ある専門学校に今年から子供がお世話になっていまして、なんて書いてあって、あれ、上ジョビのことでございます。上ジョビです。現役、学生のお母さんですね。まあ、嬉しいなぁ。ちょっと読みましょうか。ね。そこの副校長先生のお話で白石さんを知りました。ね。映像も見せてもらいました。もう他人事ではないです。はぁ、嬉しいですね。他人事じゃない。本当は5万円の応援をしたかったのですが、今回は1万円の応援で申し訳ありません。何言ってんですか？ 1 万円だって大金ですよ。でも、これ、来月もできるのでしょうか？できたら来月も応援します。これ、分割で。いや、まあ、できますけど、いや、まあ、まあ、そんな無理はなさらず。無理はなさらず。ね。はい、もうありがたい話です。あ、いました、これ。もこさん。もこさん、これね。写真。この方ね。この方。はい。もうこの方はもうね、もう帰ります。去年上ジョビで応援させていただきましたって映画一緒に見ました。今度ね、成田でね、この方、私の講演、主催してくださってます。子育て講演。もしよかったら、検索してみてください。ね。いや、まあ、こんなたくさんの方がね、一緒に応援してくださって、嬉しいじゃないですか。でね。中には、まだ僕しないっすっていう方がね、まあ、いるんじゃないかなと思いまして、まだ 3%。まだまだちょっと足りないもんですから。いや、これね、ちょっと皆さんほんとね、これ見てくださいよ。どんだけすごい、その魅力ある商品がね、並んでるか。もうこれ1000円からいけますからね。1000円から。ね。1000円だとね、白石さんからお礼のメール来ますよ。お礼のメールね。はい。お礼のメール来るんですよ。で、で、他にもね、これいいじゃないですか。このね、この3000円でモザイクアートですよ。これ、最近流行りのね、この写真を送るんです。写真を送ると、その写真を使って、
例えば、このイメージ、ちょっと下の方にね、ちょっとこれ、これ、サイコとか、大きいの乗ってんで、ちょっと、例えば、これ写真でこういうモザイクアートを作った、この旗を、白石さんが、ヨットに、バンデグラウンドにヨットに乗せて、世界一周回って帰ってくるってことですよ。3000ですよ。つまり、自分の写真を載せたら、自分の分身がですね、白石さんと一緒に世界一周ブワー回ってね、帰ってくるってことじゃないですか、これ。3000でいいんですか？ちょっとこれいいじゃないですか。いや、他にもね、すごいのあるんですよ。あ、来ました。ね、壮行会、報告会、参加券。はい。あ、これ、帰ってきた報告が消えるとかね。いや、この写真のパネル。白石さんが撮った写真のパネルがね、もらえるとか、白石さんデザインのこの T シャツですよ。この T シャツとかね。これもいいっすね。この、なんていうか、バーチャルクルーって言うんですか。バーチャルクルー。ね。こういう、首から下げるネームプレートみたいな。あとこんな、ちょっと縦ね。縦みたいな。で、これを白石さんが、こう、世界一周ね、こう、持ってってくれるんですって。で、帰ってきたら、もう、これが名前付きのがいただけるみたいな。ね。いやー、これも、これ人気ですね、きっと。はい。白石さんが使用したセール。セールを切り取って、こんな縦にして、帰ってきてくれるサイン入りみたいなね。あー、来た！これ来た！あー、来たこれ！なんと、船体に、船に名前が入ります。名前が。わかりますこれ。ちょ。こんな感じ。たまらないっす。いやー、ちょっとお高めですけど。でもね。ねあとね、ほら、帰ってきたら、白石さんとね、ランチ会ですよ。どうだったの実際みたいな話がね、聞けちゃうとかね。あとは、あ、これもいいじゃないですか。なんか、ヨットの、このキーホルダー。ね？ヨットの、部品を使った、ね？キーホルダー。とかね？こんな、ポロシャツですよ。ポロシャツ。これ、いいじゃないですか。あとね。あとね。こんなのもあって。最高峰。いっちゃいましょうか。白石さん支援の最高峰がですね、なんと100万円でございます !100 万。ちょっと、また、ちょっとね。まあ、お金ある方。やっちゃってください。なんと、白石さんを呼べる権利がついてきます。呼べる権利が。ねえ。いやー、もうこの呼べる権利はすごいですよ、これ。お、すごいですから。もう、なんか、パーフェクトセットみたいなね。なんか、すごいですよ。みんな端からブワーついてくるみたいな。いやーね。いや、これね、応援したいじゃないですか。でね、いや、それは人それぞれね。それ無理してね、やるこっちゃないですよ。こういうことはね。で、でもね、だから私ね、1000円、いいと思うんですよ。1000円。ね。逆に言えばね、極端なこと言えばいいですよ。100万円を50人の人が出すよりも、私はですよ。1000円を5万人の人がね、応援するよつってね、出してくれて5万人ですよ。ね？応援。で、そしたらみんなで3ヶ月ね、楽しめるわけですよ。毎日見えるわけですから、ネットで。今どこだみたいなね。こんなね、楽しいことないじゃないですか。で、もちろんね、いや、そんな1000円じゃっていう人はね、いろいろありますから。これ。もうぜひね、応援してほしいな。本日、ね、まあ、正確には昨日の夜フランスから連絡があったって言うんで、昨日の夜ですよ。正式に白石さん、出場、決定が決まりました。それがね、あまりにも嬉しくてですね、今日はこのような、また、ちょっと動画で、応援させていただきました。いや、白石さん、おめでとうございます。私、フランス行きますからね。ほんとお願いしますよ。この後、ちゃんと、この、これも、ちゃんと、
上ジョビも、もちろん私も、はい、考えてますからね。言っちゃいますからね。はい。ということで、皆さん、ぜひね、今後も白井さん、応援、お願いします！お願いします！